僕がヤンキー戦入ったのは4年生の終わり頃です。最初の頃は野球というスポーツが分からなくてつまらなかったけど、ある日監督が打つコツを教えてくれて、その近くで打ってみると強い打球でヒットを打てるようになって野球が面白くなりました。どうしたって大会があり、1回戦でくつかけジュニアコンドルスと当たって全打席三振だったので悔しくて、その日から練習も頑張りました。5人になって小賀大会で優勝しました。小賀大会はみんなが一つになったから優勝できたのだと思います。次に県大会に行って延長戦で惜しくも負けてしまいました。6年生になると少し気が緩んで練習を一からやり直し頑張りました。その結果、5個大会で優勝でき、赤城大会は準優勝したりしました。夏には練習を積み重ね県大会に行きました、出場できました。県大会では2年間コーチや監督に教えてもらったことを全部頭に入れながら試合に集中しました。僕は思いっきりプレーをしたので1回戦で負けても悔いは残りませんでした。その後5個大会で優勝しました。大会が終わった後ももっと練習をして最強のヤンキースになりました。この2年間ずっと野球を教えてくれたコーチ、監督、2年間ありがとうございました。堺ニューヤンキースでずっと監督をやっていってください。